3時のクイズ番組二次クイズ、イエーイ、さあやってまいりました、二次クイのお時間でございます。司会の上力一です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、お願いします。そして本日の解説はこちらの方です。はい、今回解説役を仰せつかりました、夢を追い続けて30年バーチャルシンガーソングライターの夢を追いかけるです。よろしくお願いします。お願いします。30年、はい、ね、何が気になるんでしょうか、わかりませんけども、はい、今年31年になるの。今年31になりますね。いいっすね。どっかでカウントすんの。カウントとは、カウントとかない、寿命はあるかもしれないけど、99で止まったりしないの。ないないない、レベルが違う。次ゼロになったりしないの。オーバーフローして一周するとないんで。ないんだ、はい、楽しみだな。ないっつってそれまでね、おかけてくださいね、皆さんね、はい。それでは早速、はい、1問目です。え、お、早い、早くないですか。マジですか。はい、早いだな。問題こちらです。ドン。紹興酒、マッコリ、日本酒に共通する。早っ。お、こうしかもボタン答えちゃダメです。これまだ答えないですね。残念ながら。まだ答えてはいけません、はい。この問題はちょっと心の隅に留めておいてください。ということで、はい、本日のテーマはお酒でございます。イエーイ。久しぶりですね、このテーマありの二次食いもね。いいじゃないですかね。皆さんお酒好きですか。飲んでます最近。よく。なんか飲まされるよね、もはや。番組でってこと。なんかね、多い気がします最近。あ、そうなんだ、はい。仕事で飲んでるんだもんね、もうね。そうなんだ、ね、半ばね。もうリキちゃんもね、飲んだすもんね、この間もね。そう、ダーツでね、一緒に。あれも仕事で仕方なくだから。仕事で飲んだ。決してなんかやましい気持ちがあるわけじゃないんだね。楽しいですもんね、ありましたね。楽しかったけど、まあ、飲む機会やっぱ多いなって思いますね。スコヤ飲んでる。たまに飲んでる。でも家であんま一人だと飲まないかな。あ、そう、うん、人とならみたいな。人と、そう、人とだったら飲む。オリバー教授は。自分最近でもあんまり飲んでないんですよね。あ、マジで。そう、それオリバー基準でじゃなくて。オリバー基準ではあるかもしれない。あ、そう、自分もやっぱ人と会った時は飲むんですけど、そうじゃない時あんま最近晩酌してないなって。あ、そうなんですね。そう、お酒結構飲むとかって話とかするんですか、視聴者とかには。割と飲む方だとは思われているような気がする。分かる人は分かるんですね、うん、飲んでそう、うん、一部の界隈ではだいぶメジャーな酒かすの一人。あ、そう、今頑張って隠してたのに。ちょっと頑張って、なんでバラすんすか。 リスナーも知らない人がもしかいるかもしれないから。確かに。じゃあいいっすね、ちょうど今日飲み会配信とかやるとさ、はい、まず寝るのよね。あ、そうなんだ。なかなかないね、 OBS が回ってる時にあーもう寝れる人ってなかなかない。寝るまで飲む機会ってあんまないんですよね。そう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 、あ、すぐね、あの、酔うと眠くなっちゃうんですよ、はいはいはい。今回は、お酒を二次食いでも飲もうじゃないかということで、お、また仕事で、いろいろお酒ご用意しております。皆さん見えますかね。異常な量がございます。ありえん。めっちゃパリピの飲み物ある。飲まないよ、あんなに。これなんか、ね、お店みたいな。カウンターだもんね、もうね。完全に普通にバーかなんかですよ。えぐいね。はい、というわけでまずはちょっと酒盛りから始めようじゃないかということで、いい、はい、せっかくなんでちょっとまずは飲んでまいりましょうか。はい、お、さっきの問題は後で答える可能性があるんで、皆さん覚えておいてくださいね。はい、はい、はい。じゃあ飲んでいきましょう。飲もう。飲みますか。飲むぜ。にじくい。それでは私、別になんかあれレギュラーじゃないんですけども、にじくいに乾杯。乾杯。はい、はい、いただきます。あ、あ、一杯目は全員お揃いね。お揃い、そう、お揃いな。お揃いの。あ、でも全然飲みやすいね。自分の記録ですけど、ロックいかついオリバーさん。ロックいかついな。ロックの量じゃないだろうね、それ。大丈夫、一人だけなんか濃いなと思ったのよ。ウーロン茶だよ、ウーロン茶の量だよ。ロックの量じゃない。この後に少しずつあの炭酸足してくんで。ああ、そうそうそう、最後のホールにはスッキリしてる、はいはい、お水みたいなね。そうそうそう、はいはい、おかわりしないでそれで足してってって感じ。あ、なるほどなるほど。そう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 、いい、そういう感じね。そういう感じっす。早だってスコヤが開けてんのよ、ね、ごめんね。今のところスコヤ一つも今喋りに参加せずに、ね、全部グリーン開けたっていう、開けて、そう、あのファブルかお前。一人だけ伸ばすか。次何飲みたい。次何飲むかな、ほろ酔いもらおうかな。いい、全然ね、あ、リンゴ酒ある、リンゴ酒。あ、いいね。あ、いいね。お酒いいんじゃないですか。リンゴがいい。どんどんね、今日飲んでいただいて、なんかね、あの、本当にもう不満とか悩みとかあったらぶちまいてもらって、今日そういう回か。全然全然人生への、そう、二次三次への生きてたらいろいろありますよ、うん、リスナーへの、なんかリスナーへのはそれはカットするんで、ちゃんと、カット前提ちゃんとね、言いかけた瞬間にカット入るんで
収録やからやっぱ安心ですよね。なんだろうね、怖いな、なんかピリついてません？いやまだお酒入ってないから、まだね、謎の緊張感ありません、ね、ほぐれてるからね。そうですよね、あのね、お酒でどんどんアイスブレイクしていってゆったりとしていけば、収録対ゆえど、うん、カメラ回ってるっていう感じが、ことはですね、大事ですからね、うん、でもカメラ回ってることを意識できるってことはまだ全然お酒入ってない、うん、あ、まあ、確かにっていうことですから、いや足りてないってことで、一昨日ちょうど飲む機会やったからね、なんかすごい楽しそうな顔してる。あ、美味しいですか？美味しい、美味しい、リンゴのお酒美味しい、リンゴのお酒美味しい、もう早くもうちょっと危ない人いるな。どんどん飲んじゃって飲んじゃって、あの人多分仕事で飲んでるよね。一杯目とりあえずカッと飲んで、はい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 、元気になっていこうみたいな。あ、無言、もう喋んないもん。飲んでるだけ喋んない。なんか言ってよ、なんか言ってよ。ジャガポックル開けます。僕もミックスナッツ開けます。いいっすね、ミックスナッツ欲しい。あげない。やっぱ咀嚼音でね、お届けしましょう。今日は ASMR かな。咀嚼音をお届けする回なのかな。ジャガポックル北海道土産ですよ、俺の。あ、そうなんですか。 ありがとうございます。これりっちゃんのなんよ。そうそうそう、ありがとうね。ありがとうございます。飲み会あるなと思って買ってきました。そうかそうか、なるほど。空港で。ちなみに言うけど、うん、そんな酒強くない。そうね、うん、じゃあ頑張りすぎだね。頑張ってるね。ちょっと飛ばしちゃった。やっぱ仕事で真面目だから。うん、周り見て。お酒は好き？マジで。お酒は好きなんや。うん、あなた肩まで真っ赤よ。仕事に真面目だから。そうね、やっぱ酔うためにちゃんとね。じゃあ酔わなきゃいけない仕事だから。お酒美味しいね。お酒美味しい。ね、おつまみも美味しいね。唐揚げ美味しいね。お酒美味しい。唐揚げ美味しい。唐揚げ美味しいね。唐揚げ持って食わない人初めて見たもん。唐揚げ美味しい。この状態。口に運ぶまでが大変なんだよ。宙に浮いてる。ちょっとお腹いっぱいになってきた。食べていいよ。お酒飲むとね、お腹いっぱいになるしね。お腹いっぱいになってきた。あの、しんどかったらってやつで、あの、もらってるからね。ゲロボックス来た。見てよ。言うんかい。今ブラダイすんなよ、ジョーさんが。ジミン来た。今カットされる前提の小声で喋ってやんけ。いや、私、自分の配信でゲロボックスって話してる。ゲロボックスするからね。必要なんだ。もう万が一専用の。で、そんだけ今ね、酔ってね、溜めたやつ吐いたらちょっとリセットされちゃうからね。もったいないよね。確かに。もったいないよね。冷静になって、いや、マジでいるよな、そういうやつ。いる。そう、だからめちゃめちゃ酒弱いんだけども、あの、吐いてリセットされるからずっと飲めるっていう。いる。戻っちゃうからね。食道傷つけるぞって。マロリーワイス症候群の話した。10分前までもう夢見ごちゃったのに急にすってなってるやつ、ね、なんてマロリーワイス症候群の話した。マロリーワイス症候群の話した。マロリーワイス症候群がちなみに何かは分からない。初めて聞いた。なんだろう、俺は吐きすぎて食道裂傷して血がドバって出るやつ。それは胃酸で効く。胃酸でね、なんか吐いたりとかして、二十歳ぐらいの学生さんが吐きまくって、パリピがなるんだ。パリピがなる。でも血が結構出るからみんなびっくりしてくるんだけど、粘膜下層まで行ってないから案外重症じゃないんだよね。酔っててもそれぐらい喋れんのか。偉いね、さすが。すごいな、勉強の賜物や。たまにあのさ、酔ってる時の方がさ、勉強した内容いっぱい出てくる人いるよね。テープレコーダーみたいに喋ってる。ごめんなさい、私もそうです。じゃあ事件前は飲んだ方がいいんだ。ダメよ、バカ野郎。それよくない。未成年だよ。ああ、そっか、確かに。おい、ゆわちゃん。で、出る時期わかんないけど。出る時期わかんないけど。そっか、気をつけてね。受験後がいいね。いや、まあ受験はもう終わってますからね。そうそうそう。いや、わかんないよ。大学の受験かもしれない。大学の受験じゃなくて、大学の卒士の受験かもしれない。卒士もある。資格とかもあるしね。卒士ね、卒士。学の受験かもしれない。あれもあるし、あの、大学院の時期もあるしね。いっぱいありますね。よかった。よかったよかった。よくないとは思う。僕はない。何の試験でも飲んじゃダメだからね。何してもどうぞ。寝ちゃったよ。スクワさん。もう寝ちゃった。スクワさん寝ちゃいましたね。いや、いいですね。スクワさん前半の無言を取り戻すかのように今活躍する。今魂を燃やしていたんですね、多分きっと。もう寝ちゃったら終わりだね。大丈夫か。顔洗ってくる。気持ち悪い。ちょっとバカ野郎。でもみんなクイズ始まったら起こすから。じゃあ今がちょうどいいか。もしかして。寝る前に言うて男性陣全然だけど男性陣がね、遅いんだよ。みんな早く酔え。遅いんだよ。いや、言うて僕飲んでる。言うて僕飲んでる。俺ら喋って飲んでない。慌て飲みなのよね。飲め飲め飲め。俺でもちびちゃん3個目だからね。もう飲んで飲んで飲んで最悪だ。いいね。最悪だ。飲んで飲んで。はいはい、終わりだ。西食い。はい、ということで、スタッフさんがなんかそろそろ収録だぞみたいな。行きましょうか。うん、やろうよ。ちなみに皆さん元気ですか？もちろん。全然まだまだいけるいける。クイズでしょ。いけるいける。全然いける。ちょっと僕さっきまでスコヤさんがどういう状態だったか覚えてるんですけど。ちなみに今僕右を見渡したら全員顔真っ赤。おいしかった。僕もです。スコヤさん元気ですか？あー。あー元気や。ダメな元気だこれ。スコヤさん椅子に座れますか？座ってるよ。
さっきまで違うとこにいたね。転がってたから ね収録のテンションになっちゃえば ね目覚めちゃうね。レキさん元気？俺はもう全然まだ大丈夫。あ、まだ大丈夫、うん、飲み足りないんじゃないのか。ダメだよお前こいつ。めんどくせえやつ来た。ダメだ先輩だよこの。めんどくせえやつ来ちゃった。ふわっちはこれ終わって早く二次会行こうぜ。強い。すぐじゃ収録しちゃおう。皆さんね、この番組実は二次クイですね。おお。クイズやるんだ。そうなんだ。もうかの有名な。いや、かの有名な、はい。私出させてもらって本当に光栄なんですけれども。おめでとう。なんか知らないですけど司会席が一人になりました。あら、レキちゃんはなんでそっちにいるんですか。だってもうクイズ答えたいじゃんか。クイズしたいよね。クイズしたいよな。今日あれだよ、ノルミスライブやってんだよ。もうそうね。俺も頑張るんだったじゃん。タイミングね。言っていいけど、うん、ちょうどね。言っていいけどね、俺たちノルミス見たいのに。ノルミスちまー。ノルミス見たいのに仕事で酒を飲む予定がある。俺の成長で頑張ってるぞ。すげえ、珍しく一番不惑がまともだわ。いや、まあそうですね、まだいけるっすよ。今3人が一生懸命大阪で頑張ってますからね。俺も大阪行きたかったよ。行きたかったよ。それ背負って頑張るよ。カメー、カメか明日ですね。収録時はね、収録にバラさなくていいんだよ。はい、ということで、リキッチが答えたい時に呼ばれる司会者として夢追いがいます。おい、ありがてえな。ありがとう、いつもよろしくお願いします。もう3回ぐらいね、この番組司会やってるんですけども、そろそろスタッフの方とも顔出しになって、ありがとうございます。板についてきたね。今日はね、実はですね、台本に夢追い飲むなと書いてあったんですが、気づいたら飲んでました。美味しかったね。美味しかったね。言うて夢追いばっかりですよ。黒霧が美味しいですね、これね。よかったよかった、でも飲めて。ということでね、ちょっとこうなることはなんとなく予想していたんですけど、改めて2時3時のクイズ番組、二次クイズ！イエーイ！はい、ということで皆さんにはこの状態で今からお酒に関するクイズを解いてもらいます。やっちゃう。まあ、ただ今日はちょっといつもと違って、はい、クイズノックさんはね、関わってなくて、番組スタッフが作ったクイズと解いてもらうっていう感じでやってもらうんで、まあどんなクイズがあるのか。ジョーさんどうしたの。リキちゃんちょっとどちらい。ジョーさん決まってるんですけど、顔が出来上がっちってね。あ、いいね。リキちゃんでしょうかね。これなんか取りに来るけど大丈夫ですか皆さん。大丈夫ですよ。じゃあクイズ自由にやっていいんだ。はい、ということでね、まあ今リスナーの方には状況がちょっともしかしたら飲み込めないかもしれないですけども、1時間ほど我々飲んでおります。はい、美味しかった。はい、いろいろ大変なこともありました。はい、大変なこともあったりなかったりしました。ちなみに夢酔いはスタッフに止められたので、あんまり酔っていないという予定でした。予定でした。予定だけで。ハゲタンクイズやっていきましょう。たくさん飲みました。死にたくないから酔っている。死にたくないから死にたくないから酔ってる。死に向かって酔っています今。ということで、皆さんいろんなお酒すでに飲まれたかと思いますが、ここでちょっと聞きたいんですけども、皆さんビールは好きですか。好きです。大好き。お、お好きな方もいらっしゃる。ビールはね、逆にね、別に好きじゃない。あ、そうワンちゃんね、もはやね、だって喉越しでしょ。まあ、そのいわゆるね、喉越しのやつ。牛タンと一緒に飲まれるタンだよね。大丈夫。そうね。滑舌が終わってますね。自分のタンが回ってねえのよね。はい、まあ皆さんがビール好きやか、まあ、とりあえず聞いてみただけならどっちでもいいんですけども、ここでいきましょう。それでは問題です。ででんででん。今から皆さんにはビールと発泡酒を飲み比べていただきます。なんとこの番組まだまだお酒を飲んでもらいます。問題で飲まされる。問題中で飲む。この状態で言うて、割りと出来上がってるよ。さらに飲むと。そうなんです。割と出来上がってるよ。そうなんです。出来上がってる状態からだとな。悪魔や。でビールを当ててもらうっていう問題なんですけど、なんと、うん、正解者には高級おつまみプレゼントしております。唐揚げ梅ね、すでにとっくに飲んでるんですけど、まだつまみが出てくるというね。ビール好きじゃねえ。あ、こちらです。つまみ。あ、食べたい。お、こちらのね。あ、いいね、シソーセージいいっすね。あ、いいね、うまそうこれ。これすぐ食べれる状態にもなってますんで、こちらは皆さんに正解者をお渡ししますので、目の前に皆さん2つのドリンクがいってるかと思います、はい、いいですか。大学時代思い出すよこれ。マジか。ビールと発泡酒とは。はい、片方がビールで片方が発泡酒です、うん、ということで。どう違うの。まあ言うてね、自分食レポとかうまいで通ってるんで。確かに、まあ、これ当てれるかさせみんな、うん、でね、お酒もね、味が分かるで通ってるんで。 どうしたらいいですか俺。じゃあ、A、B に分かれてみんなで A 飲むみたいな。 A から行く、うん、一斉にでいいですかね、うん、じゃあ、A から行きましょうか、はい、皆さん A のコップ持っていただいて、はい、でも香りから、香りから来るよね。乾杯するか。乾杯しようか。いいですか、乾杯しましょう。じゃあ二次食いに乾杯。乾杯。乾杯。杯を乾かす。あ、うめえ。あ、なるほどね。乾かさなくていいですからね。そういう系ね。うーん、これはもうね、一発よ。
さあ酔った舌でね、果たしてビールの味、発泡酒の味分かるのかというところですけども、怖えなこれ。まあ今の味皆さん覚えましたね。覚えましたね。いいですか、スコヤさん、大丈夫ですか。うん、大丈夫。スコヤさん無理しないでね。ビールいける。あのね、あの 俺らだけでチビって飲んでね、スコヤ開けてます。なんでなんで乾杯守ってんだよ。なんで全部飲もう。あなた直前まで寝てたでしょ。仕事に忠実。大丈夫ですか。じゃあベー行こうか。ベー、ちょっとね、じゃあもう頑張って入れていきましょう。じゃあ皆さんビール持ってもらって、はい、いいですか。それでは二次クリーン乾杯。乾杯。でもこんなんもん、こんなんね。なるほど、なんもわかんねえ。こんなんもう、さあ、ということで飲んでいただきました、うん、答えじゃん、こんなん。はい、こちらでは、この直前さ、テキーラとかウイスキーとか飲んでたんだよ。そうよ、その後にビールなんで。グレングレンよ。今日ビール一回も飲んでないですからね、我々ね。そうね。はい、皆さん、じゃあビールだと思う方の A か B 記号を一斉に答えてもらいます。はい、いいですね。あ、フリップに書かなくていいんですね。口で、口頭でいきましょう。いきますよ。はい、スコヤさん、ビールやってんの？ビール僕の、僕の、あの、視界から首が見えないですけども。スコヤさん、スコヤ寝てますんで。スコヤさん横になりましたね。はい。スコヤさん横になりました。スコヤさんね、うん、俺らが当てるよ。あの、あ、スコヤさん今沈みました。スコヤさんがね、まあ、あの、答えられたら大丈夫です、スコヤさんがね。これ先のスコヤさんも重要だから、この段階安静にしてください。そこも大事。ということで皆さん、ビールはどちらでしょうか。いきますよ、せーの。 B。 さあ、一人ずつと力一が A。 A。 A。スコヤ A。 こっちが B。 B。 B、 B。 なんでドイツ読みなの。 B。 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 あ、2つしっかりとね、半分こに分かれました、うん、分かれました、うん、こちら正解発表していきます。正解はこちら、 A が正解のビールでした。なんだそれ。やっぱね、先の目として当てたかった。なんだよそれ。なんかね、匂いがビールだったもん。いや、まあ、すごい A だけどね、もう実際 B も。どういうこと。どういうこと。何言ってんのか、何言ってんのか分かんないのは、酔ってるからなのか、ふわっちだからなのか、ちょっと分かんないんで。難しいよね。はい、皆さんね、楽しんでいただきましたけど、ということで正解したお二人には高級おつまみプレゼント。うめえ。虹食い。続いては早押し問題です。はい、早押しボタン使います。ボタン使うって、ふわっち、うん、早押しボタンね、あれ持ってきた。用意しとこ、用意しとこ。マサロに。では皆さん、レギュラーなんで、はい、あの、慣れてると思いますが、はい、僕わかんないんで、手を挙げてください。いいっすね。いいよ。あ、やりすぎです、やりすぎです、やりすぎです。もういいです、大丈夫です、ボタンチェック、大丈夫です。楽しみじいる。いいですか、いきますよ。はい。問題。はい。ワインの原料といえば皆さん、ブドウですよね。はい。では、お手つきです。はい、オリバー、はい。いいですか、皆さん。やりますよ。はいや。ブドウとマスカットは何個あるでしょう。画像お願いします。はい、どうぞ。さあ、早くも押したのは、押してから数えんだよ。押してから数えんだよ。押してから数えんだよ。かなちゃんダメだよ。12個最低。かなちゃん、おい。こいつよ、チーターや。いや、今押してから指でこうやって数えた。押してから数えるのもテクニックの一つですから。まあ、確かにクイズテクニックとしては、ね、確かにね、クイズテクニックとしては押してから剥がれて正解なんで OK です。やったー。オーマイガー。あの、5カウントの間にね、答えてもらったんで大丈夫ですね。はい。何よ、海ぶどうあんのに。そうね、海ぶどうだろうね。え、あの青色何？紫、青色。ブルーベリー。ブルーベリーですね。ブルーベリーだよ、よく見たら。ブルーベリーぶどうじゃないの、はい、ブルーベリーはブルーベリーだ。また違うんだね。ベリーだからね。まあ、皆さんお分かりの通り、今日はこんな感じで、皆さんの認知を問うクイズが多くありますので。IQ 低いよね。だいぶいい。ちょっとそうですね、普段のあの、こう知識を取る感じではないかもしれないんですけど。これはひらめきか。バカにしてんのか。楽しくやって。でも今んとこ僕全問不正解よ。ね、まだ始まったばっかだから。まだ大丈夫だよ。できるから。イエイ。ということで、ボタンチェックもね、どんどん進んでますけどもやっていきましょう。無理くり進めていきます。続いては、射的クイズ。射的だ。皆さん、あれか、懐かしい。皆さん、この横のやつ覚えてますか。はい、昔ね、うん、やったことあると思います。うわ、これで夢追いさんを撃てばいいんですか。人には向けない。夢追いのこと人だと思ってる場合は人に向けないでください。ダメなの。いいですか。ダメなの。夢追いの弱点、そのペンダントじゃないの。ダメダメ。そのペンダントを撃てば死ぬんじゃないの。ソウルジムみたいな使わないで。バラの黒い部分撃てば高得点。あ、いい、違う違う違う。いっぱいあるから、じゃあ撃つとこいっぱいあるから、人
に向けないでください。これはあの2021年の7月の放送でやりましたお祭り会、やりましたね、はい、こちらで、行われた射的クイズなんですけれども、まあ、簡単に言いますとね、こう選択肢の問題ね、正解の的を机から落とすことができれば成功というなります。皆さんちょっと今酔っ払いなんでね、はい、正直、銃を渡すのは問題なのではないかと、ね、思うんですけれども、誰打つか分かんない、怪我人が出るね、はい、一応当たっても痛くない銃を今回用意していただいたらしいです、はい、ということで皆さんには射的クイズ挑戦していただきます。ということで問題こちらです。二日酔いの原因とされる物質は何でしょう？簡単やろ、はい、ダメだ、スコヤを、スコヤをあれしちゃダメ、スクと立ちましたけども、止めろ、スコヤを、これ誰から？これ皆さん、これ二度と間違えないと誓ったんだから、誰からとかでございません。これあのスコヤと夢を見た因縁の問題なんですけれども、これも二度と間違えないってこれさ、銃のやり方わかんないんだけど、これでか、皆さんね、二度と間違えないって、銃に向かって俺が当てるぜ、どんどんね、やっていきましょう。ダメ、全然当たんねえ、ザコ当たんねえ、はい、先に正解の的を落としたやつが、稼い勝利です。じゃあ2回外したら交代 ね、 そうね、あーダメだ、交代すごい、交代、はい、いけいけ、すごい、皆さんね、やってもらってますけど大丈夫ですか？あ、当たった、どうですか？当たりました、あー、いいよ、ということでフラッチポイント、やだー、もうピッタモーもう答えなくていいんだもん答えなく、当てたら当たりなんだ、これもうどっちかが正解ってやつなんで、アセトなんだっけ、別に名前知らなくていいんですよ、俺の勝ちだ、アセトなんだっけ、アセトある、アセトある、はい、正解です、アセトあるよ、当てたら OK っていうゲームなの、これもだって片方が必要じゃん、酸素じゃん、アセトあるよ、酔っ払いのエイムに期待するな、ちなみにもう片方の H2O は水ですね、はい、なるほど、こちらは二日酔いになった後に飲んでいただくものですね、あー、なるほどね、その2択で、ね、の今回用意させていただきました、あ、大丈夫、1回も打てなかった、俺の勝ちだ、打てなかった、ネジがトイレ行く、行かない、行かないね、なになになに、冷たい冷たい冷たい、なに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 、ジョーさんどうしたの、氷氷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 、夢よりかける氷を入れる、夢よりかける氷をつける、やって弱点なの、弱点なの、氷入れられてる、べちょべちょ、お前の手が一番べちょべちょだよ、氷入れられてた、酔っ払いがよ、皆さん席ついてください、いいですか、やりますよ、はい、ということで続いてのクイズはフリップでご回答いただくものでございます、フリップね、あのさあ、問題でございますけれども、はい、日本ではまああんまりこうイメージがないかもしれないんですけれども、実はウイスキーの産地として有名な国カナダ、はい、へー、はい、ここで問題です、カナダの国旗をフリップに書いてください、はいはい、もうそんなんちょろいじゃんさあということでね、どんどん書いていただきたいですけど、あれどうだっけ、あの皆さん色とか使っていいですからね、どんどんあの好きにフリップご配当ください、僕はその間に水を飲んでいきたいと思います、カナダ大丈夫、カナちゃん、カナちゃん、カナちゃんがね気持ち悪くなってますけれどもね、はい、ということで皆さん回答出揃いましたので、はい、こちらは全員一斉にオープンしていきましょう、いきますよ、全員一斉にオープン、じゃんじゃん、おっと、色がついてるのもついてないのもありますけど、ちょっと聞いてみようかなと思います、近い、ね、そうだね、まずりきちゃん、じゃあこれ横島ということで、横島で真ん中に、うん、カエデの葉っぱ、カエデの葉っぱ、カナダといえばカエデだろうと、わかる、はいはいはい、うん、そして赤色、赤色で、そう、白と赤なんだけど、あれ横島じゃなかったっけって今なってる、あーみんなのね、悩むね、そこね、はい、ということでどっちなんでしょうか、そしてスコヤ、はい、はい、はい、スコヤ、あの一回酒飲んだ翌日の声してるね、もう一周回ったか、前日飲んできた、もしかして大丈夫、大丈夫、どんな感じですか、スコヤ、これ何を書いたの、メイプル、メイプル、真ん中にメイプル ね、うん、色はないけどこれは大丈夫、赤だよ、赤のつもりで赤を伝えるね、それで縦縞なんだね、縦縞だよなんかあの童謡に出てくる人みたいになっちゃったけどゆるキャラみたいな、童謡に少年少女になってるね、たあのちなみにあの言っておきますが、楽しく皆さんお酒を飲んでますね、よろしくお願いしますはい、そしてフワッチ、はい、これはモンハンとかに出てくるやつかな、これはカエデの歯をちぎったやつです、本当だこれちぎったんだ、はい、これジュラシックパーク3じゃないの、いや全然3本バラバラにしたカエデですよカエデって結構先ギザギザしてるから大丈夫、いやもう大丈夫、ギリカエデこれ、なるほどね、バラバラにしてんだ一緒っすよ、色はなくていいのこれ、色も赤っすね、
赤なんだ。赤ではあるし。赤なんだ。そうかそうか。でも島とかないんだね。島ないっすね。はい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 。さあそして結構自信あったオリバー。はい。これは多分縦島で真ん中がメイプルリーフで、うん、あのメイプルは確かあの3つに分かれてて、ごめんなさい英語ごらないんですけど、3つにで先端がギザギザな3つの葉っぱに分かれてるって感じだったんですよ。5つ多いね、リキちゃん、うん、ということで、答え開けていきましょう。答えはこちらです。えいっす。ということで縦島で真っ赤 っか、そして、メイプルリーフ真ん中が、まあ、3股に分かれた後にさらに3股に分かれているということでございまして、こちらちょっとまあ部分点を差し上げて、でも下の部分がちょっとギザしてるよ、下がちょっとギザってなってるからその部分は確かに、ありがとうございます。アピールがすごいですね。ありがとうございます。アピールがすごいんですけども決まってますもん。オリバー、はい、10点、やったー、おー満点です。10点、リキイチ、これじゃ5点です。やったよかった、ね、ちゃんと色もつけてくれました。スコヤはスコヤは3点なんで、まあ、メイプルリーフ書いてくれたけどちょっと色がなかったからね。色をかけって言われてないもん。言ったと思うな。ありがとうございます。色を使っていいですよって言ったけど ね使っていいですよって言っただけで使えって言ってないもん。確かにそれはそう、そうだね、ずるいよね、ずるいぞ。 でも3点だね。なんで何が出ると俺が司会だからだね。ふわっちはふわっちはふわっち何点？1点少なくない？ちょっとそうですね、まあ、葉っぱはまあバラバラにしないでほしかったっていうところが、人によって違うけどな、一番ありましたけども。国旗は違わない、一緒か、一緒か、国旗は一緒もんだな、多様性ないんだね国旗にはね。はい、ということで、まあ、一応ね、皆さんご存知の通りだと思いますけど、真ん中にあるのは、まあ、メイプルシロップの原料でございます、うん、砂糖カエデでございます、うん、はい、こちらカナダ国旗でございました。続いての問題もフリップでご回答いただきます。フリップまだある、はい、おいあいおい、ということで問題いきましょう。皆さんね、ボジョレーヌーボーというワイン、はい、ご存知だと思います。毎年ね、聞いたことある、そうです、更新されていく。こちらですね、毎年11月の第3木曜日に解禁されるわけなんですけれども、合わせて発表される今年のボジョレーヌーボー、こんな感じだよっていうキャッチフレーズあるじゃないですか。ありますね。あれが結構こう話題になったりするんですよね、はい、なんか奇抜なやつとかで。そうですね、はいはいはい、毎年なんか100年に一度のみたいな、そうそうそう、いろいろあるでしょ。今回はこのキャッチフレーズから出題させていただきます。お、ほう、ボジョレーワイン委員会が発表した2008年のキャッチフレーズがちょっとおかしかったんですね。おかしかったよ、実は。さあこのキャッチフレーズ何だったんでしょうということで、うん、まあ、皆さんちょっとヒントが何もないと考えようがないと思います。参考として2007年2009年キャッチフレーズを教えします。2007年が果実味が豊かでエレガント、うん、はい、拍手入りましたね。ありがとうございます。はい、花粉も待っております、こちらね、よろしくお願いします。そして2009年が数量は少なく完璧な品質、まあ、桁外れに素晴らしい年ということで出てるんですけど、ね、皆さんこちらフリップに2008年、うん、間の年ですね、ボジョレーのキャッチフレーズご回答ください。よろしくお願いします。これ部分で行くしかないよね。さあどんどん書いていただきたいんですけど、おかしかったの、これ大喜利。ちなみになんですけども、答え自体がかなりぶっ飛んでいるので、皆さんやりに行った方が当てられます。あ、なるほど。なんなら大喜利ダメなんだよ僕は。いやこれ部分点とかあんの、これ部分点とかは、ね、あのスタッフさんのご好意によりあります。なるほどね、はい、なんかセンスがあるやつは点がもらえるかもしれません。なるほど、もしかしたら夢上はね、だいたいこう回答時間中はくっちゃべって話題をつなげるべきなんですけど、今回避も食べてます。やっぱ津波はね、こう回避もだね、このね、タンパク質だからし。今私にですね、はい、カンペが渡されたんですけども、はい、カンペに書いてあったことは、スタッフトイレ行ってくるという。スタッフのトイレも大事です。何考えましょうね、そんなことある、うん、それも大事よ、今日自由すぎ。この人、この人も飲んでますからね。にじくんということで、じゃあ一人ずつ回答見ていきたいと思います。じゃあ早めにあれだな、生きてるうちに話聞きたいから、スコヤ行こうから、うん、スコヤ、ダメだ、一旦じゃあスコヤ回答オープンだけお願いします。出てます。間の年、間の年ということで ね、2007年と2009年の間の年だから、間の年って書いてくれたってことで合ってるかな。頭いい、そうだね、頭良すぎやろ、ね、なるほどね、ね、そうだということでございました。やっぱ2007年と2009年を出すってことはこの間にあるってことがヒントだと思う、うん、IQ 何本あんねん、ね、これあんま良くなかったってこと。うん、ボジョレーあんま
美味しくなかったってこと？間の年ってこと。そうね、間の年ね、うん、間の年ね、つなぎってことだね、事実ね、うん、はい、ふわっち開けていきます。ふわっちの回答オープン。逆に逆にね一周回って一周回ってね、そうちょっとやばいかもしれないけど、そういうこともある。世間的には良くなかったかもしれないけど俺は良かったと思う個人的見解なんだ、うん、高評価です。個人の感想なんだ。俺が飲んでると思ったみたいな、はい、あり、はい、OK です。じゃあリキンチいきましょう。はい、リキンチの回答オープン。え、待って、過去語彙力ギャル JK おりやん。おい、お前色気づいてきたな。ギャルさん、フセッターとかでこうあの言ってくれたんだろうね、みんなね。オタクのやつでしょそれオタクのちょっと語彙力がなくて表現しろやけど、すげえ良かったっていうねちなみにスタッフにめちゃ受けてます良かったです良かったです。最後なんか自信なさげだったオリバー、うん、回答オープン。ブドウ酒、あーブドウ酒、ブドウ酒殺せよ殺せよ早く松島屋のやつだいいね、松島屋、松島屋、いいぞ、今もう宅建される準備ができてますいいですね。皆さん思いもの回答出してもらいました。じゃあもう回答出しちゃいましょうか。ほういきます。回答はこちら。なんだろう、ヘルツ、ヘルツ、オリバーさん近くない？ちょっとなんとちょっと近い。こちら特別にオリバー10ポイントです。ブドウ酒、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 近っ。おなんか正解ですもん、ほぼ合ってるよ。やった、すごいよ。だからフルーツ、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 やばくね。今ごめん、なんて言うの、なんもわかんない今2007年、9年、結構真面目な感じだったんですけども、はい、急に8年、ちょっとなんか担当者がいかれちゃった。担当変わったんじゃない？フルーツ、フルーツ、多分美味しくて酔っ払って考えちゃったのかな。スピンスピンスピンじゃん、飲みすぎたんだろうね。そうそうそう、ということでね、ボジョレ飲みすぎた。はい、ボジョレの問題でした。やばいね。次が最後の問題です。おいやさあ、これ正解して気持ちよく帰りましょう、今日は。はい、ということで、皆さんフリップでご回答いただきます。書いてもらいますね、うん、早いな、ね、米って書くの早いな、ね、ちょ米ネタバレやめてください。いきますよ、先読み来た問題、はい、オープニングで出題した問題の答えは何でしょう。お書きください。覚えてるよ、覚えてるかな、ちゃんと覚えてるよ、覚えてるかなもう今すごいの見ちゃった見ちゃったし言っちゃったよね、確かに力の力はさあ、みんな覚えてるかな、酔っ払った状態で覚え出せるかな。まだまだこれくらいじゃね、全然覚えてますよ。はい、いいですかね。じゃあ桜猫電車、これをもう買って帰ろう。もうちょっとね、大丈夫ですか。行きましょう。全員一斉にオープンしようかな。全員一斉にオープン。マッコリ米、ヨネス米、ということで米正解イエーイねえ、リキちゃんボケに行ったのかなもう俺最初の問題マッコリしか覚えてないのよ、ま、自分で読んだのにね。俺も声、ね、米は残ってた、自分の中で米残ってた ね、 てね、米残ってた、それ止めればよかったのにね。なんで強すぎたか、ね、はい、ということで、皆さんもうベロンベロンでもう眠たいと思いますので、さっさと閉めて帰りましょう。寒い。おっと。寒い。おっと。ということでね、まあ普段あのクイズ番組のレギュラーは皆さん賢くね、非常に頑張っていつも知的な感じでやってると思うんですけれども、はい、あのお酒が入っちゃうとこういう感じに皆さんな人間になってしまうよということで、ね、あのお酒はほどほどにということで、皆さんもリサルメに気をつけてください。よっ、ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございます。バイバイ。おめでとう。何がおめでとうやん。